どうもしゅんです。こんにちは。みなみさんの就活指導講座ということで実際の就活生に来ていただきました。津田塾大学3年生の小倉瑞希と申します。よろしくお願いいたします。みなみと申します。世界最速日経新聞を解説する男という名前でインスタグラムのツイッターを発信してますので、ぜひ概要欄からフォローしていただいたら嬉しいです私は周りの人に体力お化けと言われるほどタフな人間だと思っております。学生時代は6年間ソフトボールに打ち込んでおりまして、その際に体力と心身ともに強くなったと感じております。大学在学中はアルバイトを2つ掛け持ちしまして、そこで得た資金で7カ国に渡航いたしました。海外で異なる多様な価値観の方や異なる言語に触れたことによって、多様な価値観を受け入れられる柔軟性を得ました。新しいことや興味のあることに果敢に挑戦できることは私の強みだと考えております。もったいない、すごいもったいないです1個目がまず最初の体力お化けっていうところ、これがものすごく印象に残るんですよ。最初に私はこうですって言ったから、これがめちゃめちゃ印象に残るんだけど、体力お化けっていう名前だと正直ね、これ嫌われる覚悟で言いますけど、ちょっと頭悪そうだなと思ってて、なぜなら、空回りしてるケースがやっぱり結構あって、体力があって頑張ってるんだけど、頑張ってる方向性が違っちゃったりとか、方向性大丈夫かなっていう不安になっちゃうっていう、体力があり余ることはいいんだけど、それが本当に正しい方向なのかっていうのが伝わりにくいので、あくまで体力がある前提で僕はこういうことを成し遂げられますよっていう、何が成し遂げられるのかっていう部分がなかったので、体力はあくまでも手段なので、最後の目的のゴールの部分がないっていうのがもったいない。体力を使って何が成し遂げられたのかって話をした方がいいが1個目で、2個目は落とし穴理論っていうんですけど、要は面接官って1日に2、30人見るわけですよ。で、記憶に残らないんですね。何が記憶に残るかっていうと、自分から質問したことが記憶に残るわけです。で、要は落とし穴をセットした方が良くて、何か気になるキーワードを置いておいて、で、それで面接官に質問させるっていう。質問したことって記憶に残りやすいんですね。落とし穴スポットを2、3箇所作っておくべきだなと思っていて、今は落とし穴スポットはなかった。一つ目の相談をお願いします。私今国際関係学科に所属しているんですが、昨年までは結構第一志望に航空業界だったり観光だったりを見ていて、このコロナパンデミックによってこちらは諦める形にして、今は業界を絞らずにいろいろ見ているんですけれども、 ICA になるにあたって TOEIC だったり、本当はちょっと留学もしたいななんていうのも考えていたので、それがちょっと断ち切られてしまったということで、やっぱモチベーションを保って頑張っていくのがすごく難しいのが悩みで。じゃあ僕から質問なんですけど、就職活動って人生のゴールだと思いますか？いや違うと思います。いいですよね、はい、じゃあ TOEIC って英語って就職活動のためのツールですか？違いますね。一生使えるツールですよね。なんで就職活動っていう言葉で TOEIC 英語の勉強を止めるっていうのが間違ってます。完全にだって一生ものなんで英語の言葉って、だからすごい見えてる世界が狭いなっていうか、日本における就職活動の超狭い世界の話なんで、それこそ、アメリカ飛んでるんだったら飛行機乗ってるじゃないですか、で窓から地球見たらすんげえでかいじゃないですか。すごい広い世界を知ってるはずなのに、狭い世界にエネルギーと労力が変わっちゃってるのはすごいもったいないなっていうので、なんでそんなもったいないことしてるんだろうってすごい不思議です。どうして CA になりたいと思ったんですか？幼少期から元々海外とか英語に興味があったんですけれども、初めて海外に行ったのはカナダに。何歳？中学生の時に一人で行ったのは市のプログラムだったんですけど、そこに行ったことで旅行とは違った現地でホームステイをしたので、その海外経験っていうのがまだ心に残っていて、それでもっといろんな世界を見たいなって思ったんですね。それで実際に今まで10カ国に渡航したんですけれども、その際に飛行機は必ず乗り物をやって、ホスピタリティとか CA さんのサービス力っていうものにやっぱ感動して、自分もそういう感動体験をするようになりたいなって思ったのがきっかけです。22卒になって半年前ぐらいに採用枠がなくなりましたってなった時にどういう気持ちでしたか？まあもちろんがっかりはしたんですけれども、こういう状況に陥ったら航空業界にやっぱ将来的に考えて、またこういう危機に陥る可能性もあるから、 CA 一本で行っていたら自分が職を失うことにつながったかもしれないし、いい学びです。他の業界に目を向けることもあって、就職活動の時期しか会社のことも学べないので、それはいい経験だと思うし、なんか学べてすごくいい期待です。今行きたい業界とかは特にないっていう状態ってことですね？そうですね、私芸人ちょっとアナウンサーの方がいらっしゃって、元々テレビがすごく大好きなのでアナウンサー職もちょっと受けてはいるんですけれど、
もちろん狭い枠ですし、アナウンサー一本には絞らず、他の業界に、ね、探している感じです。そもそも何が一番の時空ですか？なんか軸がすごくブレてしまっているんだと思うんですけど、今までの経験的にこう人を支えたりとかいうことが、マネージャーをしていたことがあったりするので、人が喜ぶ姿を見るの、まあでも商売って全部そうだ。まあそうなんですよね。全てそう、全ての主要はそうなんで、全部やっちゃってます。それがすごく難しくて。お金の優先度ってどうですか？そこまでお金には。すげえ。で、僕思ったのは英語って喋れてます？一応大学が英語にすごい特化している大学なので。じゃあいけると。いや正直ね、はい、それこそコロナによって業績がガタ落ちになった企業もあるけど、逆に言うと業績が爆上げした企業もあるわけです。なんか知ってますか？物流。そう、物流といえばAmazon は株価も業績も絶好調なわけです、はい、もう待遇でいうと日本の産業においては Amazon ジャパン最強。お金がないのはもちろん困りますけど、お金とかやったのが意外とか起こっちゃうか。いや、むずっ。でまあね、僕だったって話なんですけど、はい、まあ、株価が伸びて絶好調の業績のところにここへ行きますと、なおかつ日本の企業よりもやっぱりアメリカ系の企業の方が圧倒的に給料がいいんですよ。日本とアメリカも全然違うんで2倍ぐらい違うんですよ、ベースが。だから株価の絶好調な、いわゆるガーファムって言われている Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft なんですけど、俺だったらこの方向に行く、英語ができるんじゃないか、それはあんま興味ない。狙ったらいいんじゃないかと思いますけど、英語できるんだったら。僕就活生の時 Amazon 受けたんですけど、はい、英語のスキルそんなにいらなかったんですね。ただめっちゃ入るの難しいなとは思ってて、まあ、その試験もめっちゃ筆記試験とかも大量にあるんだよね、180分ぐらいの、うん、で僕の1個上の先輩が Amazon 行ってるんですけど、やっぱもう本当超優秀層しか行けないんだなっていう形なので、意外と視聴者の方とかもそれは Amazon とか GAFA 行きたいけど行けないっていうのが現実的なところだと思うんですよね。まあ受けてみたらいいんじゃないですか。そんな会社にも受けてきて、例えば化粧品とか結構大手にもインターンシップとか結構出したんですけど、スパ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 スが倍、はい、ウェブなのでインターンの倍率がえぐいぐらい上がってるらしくて、なかなか大手にお話を聞いたらこう気が引けてしまうというか。まずは店の方が誰かに煽られて誰かに左右されるっていうのって良くないんですよ。だからいらん情報を捨てられて本当にいる情報だけ得られるからいいと思った方が良くて、情緒が不安定な時に甘い言葉っていうか全部に惹かれてしまって。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。